ある数列 AN だとか、まあ、関数 FN でもいいんですけれどもそれがこう N 無限大にするとこう α に収束するなんていうのはまあ高校の時からやっていますけれどもこれを真面目に定義したいその時にイプシロン N 論法なるまあもう超絶わけがわからんものが載って 登場いたします、えー、私が学生の時は学部の1年生入学してすぐにこれが出てきたんですけれどもまあ分かりませんでしたで今 YouTube だとか、うん、まあそういうのでいろんなコンテンツが、えっと、ありますけれども、まあ、非常によく説明されているものも、えー、あります、えー、ですけれども ちょっとそれでも分かりにくい部分があるんじゃないのかなと思いましたのでそれ,をそれらを補足する形でそれらの予習だと講義ですとか YouTube のコンテンツを見るのに必要な基本的な考え方についてお伝えしたいと思います。 まずまあ具体例を考えてみます。ここに書いてあります通り、えっと、a_n を n 分の1足す1。これ当然直感的には a_n は n 無限大にいたしますと1に収束するというふうにまあ言えるかもしれないですけれども、まあ定義をもとにして。 えー、これれを証明せととと言われるる、まあ、ちょっと困る場合があります、まあ、この場合は大して困らないんですけれども、えー、もうちょっと真面目な議論をしようとする場合には、まあ、とにかく定義がないので、えーまあ、これ以上何ともしようがないという状況です。でその定義がまあこれに書いてるんですけどもそれがよくわからない。まあ、ざっくりとこのイプシロン N 論法。 とかその他イプシロンデルタ論法というのもあるんですけれどもざっくり言うと横にビームをボワーンとぶっ放して染まるか染まらないかっていう議論をしているだけです実は、えー、その話をまずはしようと思いますでさらにそのお話をする際にうん、まあ、講義だとかウェブとかですとこう正解から始まっちゃうん ですよねそ。それだとやっぱりこうわかりにくい部分がありますので、間違えたらどうなるのかっていうのをお話し,しようと思います。え直感的には先ほどもお伝えした通り1に収束するわけですけれども、あえて0.9で間違えてみようと思います。 でえーまあ、こういうものがあって、まあ、0.9に収束するんじゃないのかなっていうのを、まあ、この主張なわけですけれども、まあ後で間違いですけれども、まあ、この主張をもとに考えてみたいと思います。0.9に収束するのであればそれを中心にしてそこを中心にして横にまずこの適当な幅でビームをポカンとぶっ放しみます。今は 幅のビームをぶっぱなしています。ここに書いてますけど一といたしまして0.9を中心とした幅0.2のビームをボカーンとぶっ放しています右の方にそうしますとまあここにもろもろまあとちょっともろもろとこう計算しておりますけれども幅0.2のビームだったらば n が 10よりも大きい場合には、えー、確かにビーム内に存在しているんですね。えー、も,うもちろん 11, 11もこのビーム内にありますし12もビーム内にありますし、まあ、この10以上だったらば確かにこの0.9を中心としたプラスマイナスに、まあ、すなわち1.1から0.7の範囲に全部10以上だったらば収まっています。 ですので、まあ、非常に粗く見ればもう大体0.9に収まっているように確かに見えるわけですまあですけどもちょっと怪しいんですよね特にこのビームの幅がちょっと怪しいわけですもしこれちゃんと収束するのであればこの幅が0.2ではなくてじゃあ今度 半分の幅0.1幅0.1のビームを0.9を中心として、えっと、横にボガーンとぶっ放しても同じことが言えるかどうかもし0.9に収束してんだったら絶対この関数どっかで染まるはずですからねで、まあ、やってみましょうということなんですがまあ見てわかるとおり幅が0.1だと 右にビームをこうぶっ放してもどこもそのビームに染まりませんまあすなわちこれ結論としては0.9に収束するっていう主張がこれちょっと怪しいなとそれは言えるかと思いますで0.9ではなくて でまあ、これ当然正解は1なんですけれども、まあ、正解なのであればもしどんなビーム幅をまあ持ってきたとしても、えー、0.2だろうが0.1だろうが、えー、0.05だろうがあるところよりも右側は必ずビーム内にもう全部収まっているはずだと、まあ、そういうことが考えられるわけです。 じゃあ次間違いなかった場合に、まあ、実際に幅0.1だとどうなるのかと幅0.1のビームだとどうなるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います図は全く同じですあ横軸説明していませんでしたね横軸が、えー、N ですえっ、ー、と縦軸は、まあ、AN になっておりまして、えー、とこの曲線は AN を定義している、えー、N 分の 1+1 の曲線のつもりです 1>, で1を中心にして幅0.1ですから上が1.1下が0.9、えー、この範囲で横にビームをボガーンとこのぶっぱなすとこ、まあ、ままちょこちょこ計算するとわかりますが、えー、ここでもまあこれたまたまですけれども10以上 n が10以上であれば確かに、えー、とこれはすべてビーム内に収まっていると。 全部です10を境にして右側全部がビーム内に収まっておりますそうするとうん確かに1二収束していると言っていいのかなという気がしますですけども今度また0.05にしたらやっぱりビーム内に収まりませんでしたってなったらば、まあ、またかと、まあ、ちょっといい加減にしてくれと というふうになってしまうわけです。要するにもうどんなビーム幅でも、まあ、OK なんだろうなと1.0だろうが0.05だろうが0.025だろうが、まあ、何でもいいんだろうなと「えーまあ、ほとの仏の顔も3度までだぞと」と、まあ、今ちょっと1回しか間違えてないんですけどね。ということでもうこのビーム幅を変数にしちゃえと。 どんなイプシロンでも OK だと OK なのかどうかっていうのを、まあ、確認していきたいと思います、えー、どんなビーム幅、まあ、これも変数になっちゃっているのでイプシロンと書くことにいたしましょうだいたい小さい値をイプシロンと書く場合があの多いんですけれども、えー、いけるのかどうかっていうのを確認してみたいと思います、えー、全くもって同様で一、えー、番目として、えー 一に収束するんじゃないかというふうに主張している、えー、その値を中心、えー、とした幅イプシロンのビームを横側にボカンとこうぶっ放してみます。でそうするとまあ同じ計算ですけど、まあ、ちょいちょいとこう計算いたしますと幅がイプシロンなのであれば。 イプシロン分の1よりも大きい n であればこれは全てビーム内に収まっているというのはこれは簡単な計算によってそれこそ証明することができます。もうここを変数にしていますのでこれが0.1の場合場合はこうま0.1の場合は10にしてもいいですし0.1の場合は。えーまあ 0. えー まあね、0.01にするのであればこれあの100にしてもいいですし、えー、もちろんなんかちょっと不安だなという場合にはこれイプシロン分の 1, 1、えー、足すことの、まあ、100とかにしてもこれはまあ全然構いません。まあ必ず右側がこのビーム内に染まりますので。ということで一、えー、の状況を考えて二、えー、番目といたしましてまあこれは。 この値自体はこの関数によって定まるある量になるわけですけれどもこういう状況であれば AN は全てビーム内に収まっているというのであればその時にこれも収束するというふうに定義してしまおうとこれが基本的な考え方になります。 なので横にビームをぶっ放して、えー、ただしその幅は任意の幅イプシロンであるところよりも右側は全部そのビームの中に収束するというふうに考えましょうとそう定義しましょうというのがイプシロン N 論法の基本的な考え方になります。 で今の考え方をいわゆる講義だとかウェブとかで出てくる、まあ、かっこいい記号を徐々に使って書き下すことにいたします。あとページは2ページぐらいしかないですかね。えー、やったこと我々やったことは、えー、2の幅イプシロンのビーム、まあ、エニーイプシロンですね、まあ、なんかこんなかっこいい記号を使いますけれども、えー、それをえー 収束すしているであろうと思われるところを中心にして右側に発射いたします。まあ、最初間違った時はこれ0.9にして、まあ、見事に、えー、染まらない状況も出てきたので、まあ、それダメだったわけです。α、まあ、イコール1.0で、まあ、2回目やりましたけれども、えーまあ、1.0を中心に右側にこの幅イプシロンのビームをボガーンとこう発射した時に えー、ある横軸の値よりも右側ではすなわちこの横軸 n の、えー、ある値よりも大きいところこうですねここですこれよりも大きい n ここのこと今 largen とこう書いていますけれども、えー、largen よりも、えー 大きえとこのビーム内に収まっているというのを数学的に書くのであればこれはまあ分かるかと思いますけれども An-α の絶対値がイプシロンよりも小さいという状況になっております。で、まあ、問題としては このどこから右側であればビームの中に収まるのかというこの値こいつを見つけてこいとこういうのが存在するはずなのでこの値を見つけてこいと存在するはずだと exist へ、えー、かっこよく書くとこういう記号を使いますけれども。 先ほどやったビーム横にぶっ放してあるところよりも右側は全部染まるはずだから、えーまあ、そのあるところというのはどこなんだと、えー、それを見つけてこいという課題だということです。でこのまあ書き換えになりますけれども、まあ、ここから先はウェーブでということになります。 えー、2位のンの幅のビームをぶっ放しつと、えーまあ、染まる染まらないっていうのがありますので、えーまあ、ある n ラージ n 大文字の n っていうのがま存在するはずなので、まあ、これを見つけてこいと、まあ、これが問題になっていますでこれだけだと、まあ、何,何も言っていないことになるので条件がついていますただし n は何でもよいというわけではなくてその大文字 n よりも大きい n すなわち右側っていうやつです右側では全て an-α がビームの中にあるよとこのビームの中に入っているという条件をまあかっこよく書くとこうなる。 こういう条件を満たすような n をもし見つけることができるのであればそれは α に収束しているというふうに見なしましょうと逆に定義いたしましょうというのがイプシロン N 論法のお話でした詳しくはウェブで以上です